こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。ドッカンバトル、本日ドラゴンボールヒーローズコラボのイベントがたくさんやってまいりましたね。皆さん楽しみにしていたのかな。はい、私はね、ガシャの方はちょっとヒーローズは見送ろうかなと思っているんですけれども、イベントでゲットできるヒーローズのキャラがいるんですよね。はい、こちら特別編イベント開催、スーパードラゴンボールヒーローズ宇宙騒乱編、宇宙騒乱編っていうのかな。はい、こちらのステージ1でキャラがゲットできますね。ガラス族の生き残り、ラグスという女の子ですね。私はヒーローズのストーリーは知らないのですが、ラグス、この子可愛いなと思うので、ぜひゲットしたいなと思いますので、今日はこちらのラグスをゲットするためにこちらのイベントをやっていきたいと思います。そしてこちらのイベント、ステージ2でゲットできる覚醒メダルでは、ガシャさんのドラゴンボールヒーローズのキャラの覚醒に使えるということですね。ロベルとかはね、欲しいなと思うんですけどね。でもね、流石がちょっと私は今少ないので、我慢、我慢という感じで我慢しています。はい、それではステージやっていこうと思います。こちらはドラゴンボールヒーローズキャラですとドロップ率が上がるので、私が持っているキャラは5体しかおりません。ので、これを全部入れて、あとはね、栽培マンに頑張ってもらいましょう。はい。初めてのステージですね。こちらをやってみたいと思います。皆さん、やりましたか？もう。はい。ヒーローズがお好きな方はね、ガシャもきっと回して、ニューキャラをね、新キャラをゲットするぞという感じで頑張るのかなと思いますが、いいなぁ。私も本当は回したいんですけどね、ガシャ。この後ね、ちょっとね、次に期待して貯めておきたいと思っています。はい、プティンも可愛いよね、プティン。はい、これね、魔人さんですよね。名前だけはなんとなく覚えたけど。はい、どうかな？これでキャラが落ちるかな？どうかな？ボーナスとかで落ちたらいいんだけど。ん？どうだ？あ、落ちませんね。落ちなかったね、1回目。はい。でもね、これ、ミッションがあるんですけど、ミッションで、はい、1人ゲットできます。Z ハード1回クリアすると、ラグス1体ゲットできましたので、これを入れて、もう一度やってみたいと思います。こちらを入れると少しドロップ率が上がるので、ね。はい、フレンドさんにね、フレンドさんゲストさんにお借りしているのが、これはトランクスかな？強そうですよね。でも、1回目で出てきてくれないと、なかなかに。まあでも、このプティン、敵ラグスが地属性なので、プティンの耐属性は良かったですね。得意属性なので。はい。でもね、1回じゃ倒せないんだね。必殺封じとかを入れてくれるけど。OK。あ、落ちた落ちた。3体落ちたみたいです。よかった。はい。全然ね、ヒーローズキャラ使っていないのがバレますね。レベルも上がってないし、全然です。はい。というわけで、こちらで3体ゲットできました。はい。という感じで、キャラを落とし、メダルもゲットし、虹にすることができました。ラグスちゃん、虹です。はい。なので、ラグスを使ってみたいと思います。ラグスの性能がね、どんな感じなのか。まあ、リーダースキルはね、そうでもないけれども、必殺技効果で、高確率で必殺技を封じるというのがありますね。はい。そしてパッシブスキル。自身のアタックとディフェンス 100% アップ。and 必殺技発動時に、さらにアタックとディフェンス 50% アップ。and 中確率で敵の攻撃を回避。
And 攻撃時にターゲットしている敵の HP が 75% 以下の時、さらに自身のアタック 50% アップ、さらに敵の HP が 50% 以下の時、必ず追加攻撃し、高確率で必殺技が発動。And アタック低下かディフェンス低下か必殺不死状態の敵を攻撃するたび、会心の発動率 6% アップ。なんだか敵が弱っていると強くなるっていう感じのキャラなんですね。それではこちらのラグスを使っていきたいと思います。はい、こちらの先ほどのステージメダルの方、ステージ2の方をやってみたいと思います。はい、これでね、私のヒーローズキャラも6体になりましたね。うん、ギリギリヒーローズだけで戦いに行けるという人数です。はい、フレンドさん、ゲストさんにはパンちゃん借りました。このパンちゃんは強いよね。私持ってないんですけども、この時もね、回したんだったかな、回さなかったんだっけな、ゲットならずだったので。はい、1番目には来ませんでした、ラグス。でも2ターン目に来てくれるので、はい、1ターン目はね、パンちゃん避けてくれました。かわいいな、乙女ストライク、かわいい、さすが強いです。はい、そして見たまえ、これが完成体だ。ようやくここまで、あ、読めなかった。第七宇宙の諸君、見たまえ、俺が究極の神殺しだ。へえ、あ、ハーツってこの方か。あー、でゴジータ、ゴジータが出てくるんだ。ふはははは、その姿で究極を倒そうというのか。ふん、楽しもうじゃねえか、ハーツ。なるほど、こういう感じのストーリーなんですね。はい、ラグス来ましたよ、2ターン目。うわ、リンクスキル、ここでしか噛み合わない。はい、どうかな、虹のラグスは。回避もあるよね。でも、中確率だったかな。はい、避けません。避けません。わあ、かわいい。グラスバレット。おー、あー、結構強いんじゃない？へー。なかなかにかわいいですね。ヒーローズのキャラってなんかすごいよね。独特よね。はい、次のターン、スイーター目は、まあ、パンちゃん、プティン、魔人さんいるので。パンちゃんでいけるんじゃないでしょうか。パンちゃんに任せなさい。パンちゃんに任せなさい。はい、似てないモノマネでごめんなさい。はい、こんな感じでクリアはできました。うん、いやー、楽しいかもね。ラグス可愛いです。うん、作ってよかったです。これで私もヒーローズでも一応戦えます。もうちょっと育てないといけませんけどね。はい、というわけで今日はイベントでゲットできるこちらのラグスを作って使ってみました。皆さんはガシャ回すのかな。回した方はよかったら結果をコメント欄で教えてくださると嬉しいです。ガシャはね、私みたいに見送るっていう方もこちらのね、ラグスはイベントさんで作れるので、これを作るといいかもしれませんね。はい、というわけで今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくれよな。